早乙女所有の建造物での撮影と聞き、事前に探っておいたが、今回に限ってはおかしな仕掛けはないらしい。珍しいことだ。衣装も含め豪勢なものだが、それに見合うビジュアルが撮影できるかどうかは個々の資質によるところがあるだろう。その点、高貴な伯爵アイドルにして完璧な執事アイドルである俺には造作もないことだ。腕の見せ所と言えよ。あやつらは常にパーティーを行っているのと同じような騒がしさではあるがな、果たして相応の振る舞いができるかどうか、一度引き受けた仕事だ。茶会に怠け者が紛れ込んではいないか、この俺が確かめてやるとしよう。ミュウちゃん先輩が入れてくれた紅茶、すごく美味しいです。これはダージリンのファーストフラッシュですね。正解です。夏樹の腕には遠く及びませんが、普段からお茶会で美味しい紅茶をいただいているせめてものお礼です。ミュウちゃん先輩とのお茶会はいつも楽しみで、僕も張り切っちゃうんですよ。今日はまるで童話の世界のお茶会みたいですね。ええ、ありがたくもこのような場をしつらえていただいて、今もそして夜の撮影にもより一層身が入るというものです。さて、この紅茶にはこちらのメレンゲ菓子が合いそうですね。夏希、あなたも一ついかがですか？光と花々が彩る庭園へようこそお越しくださいました。ここからは私がお嬢様をきらびやかな世界へとご案内いたします。まずはこちらの花を一輪。この庭で育った可憐で美しい花はあなたによく似合います。いついかなる時も私はあなただけに仕える執事。どのようなわがままも私めにお申し付けください。必ず叶えましょう、この花に誓って。さあ、パーティーが始まります。今だけは世俗の喧騒やしがらみから解き放たれて、私と話をしてはくださいませんか？おいしいお茶とお菓子、そして最上の幸福を愛おしいお嬢様にお約束いたします。